お花紙ボールと画用紙を使って染料を作りました。赤い実はお花紙で作ったボールです。お花紙を8分の1ぐらいにちぎり、それを丸めていきます。人差し指と親指に液体のりをつけてコロコロと転がすとボール状にまとまります。新しいお花紙でなくても切りくずで同じようにして作ることができます。一気にたくさん作りたい場合は発泡スチロールビーズを使う方法もあります。ポリ袋の中に赤い絵の具を入れ、その中に発泡スチロールビーズを入れます。袋の外から揉むようにして全体に赤い絵の具をなじませ、全体に色がなじんだら紙の上に広げて乾かします。次に茎を作ります。ワイヤー2本を細く裂いたお花紙でくるみ、端からねじっていきます。この茎の端に木工用ボンドをたっぷりとつけ、そこに赤い実をくっつけていきます。ボンドをつけたところ全体に赤い実がついたら、くっつかないようにポリ袋の上などに並べて乾かしましょう。次は葉っぱを作ります。八つ切り画用紙の半分の大きさの画用紙を8等分の屏風折りにします。説明欄から葉っぱの型紙がダウンロードできるので、それを細く切って屏風折りした色画用紙と重ね、ホッチキスで留めます。そしてこれを線に沿って切っていきます。かなり分厚くて切りにくいので、半分の大きさにして四つ折りで作っても構いません。葉っぱが切れたら開いて葉っぱの筋を入れていきます。ハサミなどでぎゅっと押さえるようにして斜めに筋を入れます。フラワーワイヤーを10センチほどに切ったものに木工用ボンドをつけ、葉の裏の真ん中の筋のところに貼り付けます。このまま完全に乾かします。乾いたら赤い実と葉っぱを組み合わせていきましょう。赤い実の両側にちょっと小さめの葉っぱを2枚、それと直角に大きめの葉っぱを2枚、これをフローラテープで巻いていきます。4、5センチ巻いたら大きめの葉っぱを2枚つけてさらに巻いていきます。下の方まで巻いたら葉っぱを広げて出来上がりです。何本か作って花瓶に刺したり、イグサのフラワーベースに刺したりして飾りましょう。作りかけの実や葉は透明の瓶などに入れて保存しています。